み出しその7、理行競い合ったり比べ合ったりすることをやめるという考え方がさらに進むと、2500年前にお釈迦様が提案をしていた理行という考え方にたどり着きます。理行というのは、お釈迦様の言った四正寺四つの節のことと書きますが、四正寺の中の一つです。四正寺とは、菩薩が毎日行っていることで、一つ目は布施、これは自分の持っているものを人に分かち与えること、分け与えることです。二つ目は和願、いつも和やかな顔をしている、穏やかな顔をしている、ということです。三つ目が利行、周りの人を、豊かにすること、周りの人を富み栄えさせること、周りの人を潤わせることを言います。四正寺の四つ目は、同時、同じ寒衣を着て同じ服を着て、同じように、草むしりをする、人々と同じように、働くということが同時、同じことと書きます。同じ時ではなくて同じことと書きます。この四正寺の中で、非常に重要なポイント、驚かされるポイントというのがこの理行という考え方ではないでしょうか。自分が努力して頑張って抜きん出て、すごい人になりなさいというのが現代社会の教えですが、2500年前にお釈迦様は全く違う考え方をしていました。周りの人を富み栄えさせること、これが仏の道であるというのです。私たちはその仏の道であるかどうかということを問いかける必要がありません。 ただこの4つを自分の日常生活に組み入れていくと生きるのがとても楽になります。生き方がとても楽で楽しいものになります。豊かな生活、豊かな暮らしになると思います。自分が人よりも抜きん出てすごい人になると考えているのは、辛いものがあり、大変な努力が必要ですが、自分が抜きん出てすごい人になるよりも周りの人を潤わせてあげようと考える方が楽しいし豊かであると思います。そちらの方がよりやる気が出てくるのは、人間としてとても面白いことだと思います。人間の心の中にそういうものが組み込まれてるというほかはありません。そういうことに喜びを感じるような心の仕組みが、人間の心の中に作られているのでしょう。人と比べ合って、人と競い合って、人と争って自分が上に行くぞという考え方ではなくて、周りの人を潤わせるように自分が動く、働くという言葉は旗を楽にするところから来た言葉ですが、自分がいい思いをするという考え方よりも周りの人を潤わせるんだ、周りの人に楽をしてもらうんだという考え方が宇宙的に、受け入れられるものであるようです。そういう考え方で生きていくと宇宙が味方をしてくれるような気がします。宇宙が味方をしてくれる中には神や仏が味方をしてくれるというものも入ってきます。自分がいかにいい思いをするかを考えるのではなく、周りの人をいかにいい思いにするか、周りの人をいかに心地よくしてあげるかを考えるのです。そんなつまらない人生があるかと反論する人がいるかもしれません。宇宙の仕組みとしては周りの人を
潤わせること、周りの人を富み栄えさせることは、必ず自分に戻ってきます。周りの人を豊かにしていくことは、自分が豊かに生きることでもあるのです。宇宙の大きな仕組みとして、投げかけたものが返ってくる、投げかけないものは返らないというものがあります。笑顔を投げかければ、笑顔に囲まれます。不機嫌をずっと投げかければ、いつの間にか不機嫌に囲まれることになります。自分が長い間笑顔を投げかけてくれば、必ず多くの笑顔に囲まれることになります。自分が長い間不機嫌を投げかけていれば、必ず不機嫌な顔に囲まれることになります。この宇宙の大法則に従えば、周りの人を潤わせてあげるように、やってきたならば、必ず自分が潤うように、自分が周りから潤させていただくようになっています。結果としては全部自分に返ってきます。周りの人を潤わせてあげようという積み重ねが、いつの間にか自分が潤いのある生活になっています。周りを豊かにしてあげようと思う心こそが、自分を豊かにするのです。自分の会社を売り上げ、自分の会社の売り上げを上げようと考えるよりも、周りの人、友人の会社の売り上げを上げるように考えていこう、そのように自分が協力しようというような考え方をしていると、気がつかないうちに自分の会社も成り立っています。何年も何年も問題なく過ぎてきていることに気がつきます。四正時というのは、菩薩が毎日行っている行のことではあるのですが、これは人間がそのように毎日、生きてもいいよということでもあります。そのようにしたら、周りの人からとても喜ばれ、周りの人に、いろんなものを施すことになるのだという実践例に他なりません。努力しなさい、頑張りなさい、人に負けないようにしなさい、人より抜きんでなさいという教育を我々は受けてきました。しかし2500年も前に全く逆のことを言っていた人がいる。宇宙の真理を指摘していた人がいる。こういう事実に、驚かざるを得ません。本当の宇宙の真実とは、競うことでも比べることでも争うことでもなく、周りの人と溶け合い、お互いに助け合い、周りを潤わすような、そういう考え方、生き方ではなかったのでしょうか。